皆さん、こんにちは。マーシーです。本日は2022年7月10日日曜日、16時2分に撮影しております。明日、午前中のみの短時間のお仕事、勤務初日なんですが、もう同じことの繰り返しで本当に恐縮なんですが、かなり憂鬱になってきました。今現在の私マーシーの率直な思い気持ちを嘘、包み隠さず皆様にお伝えさせていただきます。現在の憂鬱度は70%で、多分明日出勤しない可能性が高いです。前回、前職、ゴルフ場レストランホールスタッフのお仕事、飛んでしまいましたので、飛ぶのはさすがにまずいので、明日の朝内定辞退をお伝えしようかなと真剣に考えております。そしてさらに一つ本当のことを申し上げますと、今日3時過ぎに昼寝から起きまして、本当に今さっき15分前ぐらいなんですけども、高原野菜アルバイトの求人に応募してしまいました。本当にね、応募しちゃったんですよ。もう何やってるんだろうみたいな感じで、でも応募したからにはもう本当にやるしかないんですよ。なんかオーナーさんが今畑にいるらしくて、忙しいとのことなので、夜に折り返し電話しますみたいな感じで、すぐに電話の方は終わってしまったんですけれども、折り返し電話をするということは枠が空いている可能性が極めて高いということになります。高原野菜アルバイトのいいところは何かと言いますと、3食おやつ付きで昼寝もついているということです。私マーシーは趣味が昼寝です。しかもおやつ大好きです。高原野菜アルバイトは午前と午後におやつがパンとかお菓子とか飲み物、おやつとしてついているので、もう最高じゃないですか。しかも3食、朝昼晩食事がついて、 Wi-Fi も完備で、もう最高ですよ。もう最高の待遇なので、私マーシーは健康一滴、全身全霊をかけて恩返しをするという思いで働く覚悟であります。もう今度こそ本当に続くと思うんですよ。まだね、採用は決まっていません。夜お話をする方向なんですけども、もうとにかくもうこれ以上ここまで来たら働くしかないという覚悟を決めました。ただ明日からスタートする短時間の午前中のお仕事につきましては、この後夜のお電話、そして明日の朝の心境次第といった感じなので、まだ働く可能性はわずかながら残されております。まあ本当であれば明日からのお仕事、職場に出勤することが理想であり、社会人としてのあるべき姿なのは間違いありません。ただ本当にガチで高原野菜アルバイトの求人応募してしまいました。車も走り出したら急に止まれないじゃないですか。それと同じように人間もある一定の方向へ走り出したら止まれないんですよ。もう応募しようって決めたら、もう気がついたら受話器を持って応募の電話をしてしまいました。今後の詳しい経過につきましては、また動画でご報告させていただきます。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。